イエーイ、スータチウオ。はい、タチウオ生活4日目に突入ですよ。いや、今日はね、仕事がちょっと遅めの終わりだったんで、暗くなってからです。竿はね、相変わらずの2本、サイドワインダーのショアジギモデルと、昨日に引き続きダイバーのソルティストエクストリームに、シマノのコンプレックス X ファイヤーも一応ね持ってきてるんですけども、結構ねこのシマノのコンプレックスがハイギアでワインドとかシャカシャカね煽る釣りで、ボディが軽いんで使いやすいんで、まあ台はシマノなんですけど、こんな組み合わせでね。まあ、これはシーバスのタックルだけど、長めのねバスの竿とかでもいけちゃうし、昨日は横の人はねベイトタックルでね、いい太刀をバシバシ上げてるなんてのもね見たんで、まずはねバスタックルで、まあでもね竿はちょっと長い方がやりやすいかもっていうのは今のところおかっぱりでは感じております。ボートとかね出せるんだったらタモ網とかもあるし、ショートなロッドでビシバシビシバシしゃくってなんていうね展開もいいと思うんですけども、まあねいろいろね試しながらいいセッティングとかが見えてきたらまたお伝えしていきたいと思います。はい、持って帰ってくる気満々で、オイルペール缶ね、これもし釣れたらね海水汲んで血抜きしてって感じで、おーし、じゃあ今日もやってみますよ。はい、釣り子 TV です。これね、リーパーチャープ、今日はね、釣り場が空いているので、これでね、釣りをする時のためにここら辺のおかっぱりポイントの地形、水深、まああとね、あわよくば魚が映らないか、こんなのを試してみたいと思います。じゃあね、投げてみますが、まずは起動、 Wi-Fi、こういう感じでね Wi-Fi とつながるので、リーパーチャープ、これを選んでアプリ起動、投げて、ちょっとここら辺にしていろいろ調べて、今ね結構遠くに飛ばしましたけど、沖はね水深 8.9m、 水温はね15度って出てますね。このね筋張ったやつとかがねタチウオっぽいんですよね。ほんと何も映んない時は何も映んないから、こういうちょっとした反応、案外ねこれがタチウオなんじゃないかなってね。あ、で駆け上がってきて最終的に 7m ぐらいになって、あー、そこにいますね。昨日全然映んなかったのに今日このそこで、この横にシューってね細長い感じの反応がタチウオなんじゃないかなと仮定してね、イワシとか、この城の群れとかはね全然もっと違う感じで映るんで、これとか怪しい、これとか怪しい、これ、魚マークついたな。これなんかね超怪しいんですよね。底付近細長いね横にシャっていうね、いわゆる魚っていう感じじゃなくてね、これはちょっと記録残しとこうかな。ちょっと怪しい感じなんでスクリーンショット撮っときましたけど、
結構近くのそこにいますね。なんかこれもやし、あほらそこ付近でこの横方向にシャッとね伸びたような、ここねちょっと中層に見えます、この筋ね、筋が出ていて、こういうのねタチウオじゃないかななんてね、まあ想像膨らませます。結構今日ね反応がいいの、中層にねシャッシャッシャッってね何か追いかけてるね、そんな姿が映し出されてます。それ見えるかな、中層にねこう横線みたいな、これね本当ね何にもない時は何も映んないんで、これはねちょっとチャンスかもしれないです。また魚影が映りました。これはちょっといいことあるかもしれないですよ。まあ、ちょっと釣りしたい気持ちをねぐっと抑えてね、まずは地形を調べてから。はい、投げてね、またね Wi-Fi をキャッチして、まあちょっと潮下がってるのもあるけど、水深はだいたい 8.7 メートルとかね、そんな感じですね。で何にもいないときはねやっぱりね何も映らないんですけど、うわこれタチウオでしょ、これタチウオねえ、うわなんかいっぱい映る映る映る、ちょっと釣りしてみよう釣りしてみよう。ダメだ、ちょっとねすごいいい反応が映るんで、もうね早速投げたいと思います。はい、でね今日準備したタックルが、ダイワのソルティストエクストリームにシマノのコンプレックス P 完全シーバスの 0.85 に25ポンドのリーダー、その先にさらにね、タチウオ用のナイロンの、ごっついねリーダーをつけて、それでね、やってみております。何にしろねちょっといい反応なんで、これは今日期待できるかもしれないですけども、ほいで釣り方なんですけども、ちゃんと着底させて、糸がふわーってね、着底したな、たるんだなって言ったら、いわゆるワインドの釣りですね。ビャッファッビャッファッてこうふわってねこう糸を送り出すことによってルアーがパッてこうね左右にダートして、そんで魚がたまらずパッてね食いついてくる。でさっきの魚群探知機で見た情報で、まあ中層にも釣ってるんですけど、そこの方とかにもね結構釣ってたんで、そんな感じのところを狙ってみて。絶対タチウオっぽい反応なんですよね、こう横にシュッシュッっていうね、あの2つ
号タチ号でしょってちょっとねルアーとかいろいろ反応がいいやつで探してね、とっかひっかいしながらですね、タチを狙っていきたいと思います。土壌ヘッド 20g、 メジャークラフトのね土壌ヘッド、逆だったかな、まあいいや。遠目で来たよ。ほい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 、すげえな土壌ヘッド、遠目だよ。おほう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 、すげえ遠目で、よいしょ、はい、土壌ヘッド1投目できましたよ。みんなね、がっつり食ってる、イエーイ、綺麗なタチウオね。はい、じゃあ引き続き頑張ります。血抜きもちゃんとしてね、今日は。よいしょ。土壌ヘッド一投目。すごいねこれ。はあ。一撃でした。
はい、タチウオ2匹目来ましたよ。うわ、ね、土壌ヘッド半端じゃないよ。わっ、タチウオがめちゃくちゃ釣れます。じゃあ頑張っていきますよ。いいとこかかるのかな。はい、じゃあね、今日の超過報告の時間です。タチウオ生活4日目ね、徐々にパターンがつかめてきましたよ。今日はね、こんなね、タチウオ入れを持ってきたんで、イエーイ、ツータチウオやったね。これはね、綺麗なタチウオ見てください。ギランギランね、うー、綺麗なタチウオね。魚群探知機で、魚の反応を見て、でね、ルアーをいろいろとっかいひっかい、そんでもってね、こんなね、美味しそうな魚が釣れましたよ。ちゃんとね、今日は血抜きして、でね、氷も持ってきてね、締めてあるんで、美味しい状態で食べれると思います。やったぜ。レインボーブリッジのね、真下でタチウオゲットだぜ。見てくださいね。じゃあね、氷で締めてね、持って帰って食べたいと思います。はい、タチウオ生活4日目無事に終了っていうことで、今日はね2匹ね釣れて、で、この公園は9時にね閉館なので、それに合わせて片付けをして、で出ていくっていう、こういったことになります。そんでね、最寄り駅はゆりかもめの芝浦ふ頭駅ということで、ふ頭駅からまあ歩いて5分10分ぐらいかな。結構近いです。最後ね、今タチウオね持って撮影してたらね、リーダーを切る鋭い歯で、見てください、スパーンとね切られちゃいました。やっぱね強力ですね。ということで、まあタチウオ釣りの持ってくるといいものは、魚つかむハサミ、魚を挟むやつね、ディノグリップとか、まああとはボガグリップとかでもいいと思うんですけども、何にしても、あとまあ軍手でね、頭ガシッと掴んで、それでペンチプライヤーでね、針外してやったりするといいので。まあ、軍手とか、まあ、とにかくねタチウオの歯強力なんで、口周りね気をつけてっていう感じですね。で今はねもう12月に入って、寒くなってきたんですけども、タチウオって結構落ちるのが早い、まあちょっと身が悪くなるのが早い魚なんて言われてるんで、まあ、氷とかね新鮮で美味しく食べたい場合はしっかり持ってきて、今日はねもう、寒いんでこういう感じで、クーラーじゃなくて、まあ魚入れるのに便利なオイルのペール缶に、まあねコンビニの氷、それでね来てみております。全然ね釣り続けてたけどね、氷溶けないから、まあそんだけ寒いっていうことだと思うんですけども、まあこんなね景色のところで、まあ、トイレとかもあって、何にしてもね港区ですからね、港区で、高級魚タチウオが釣れちゃう、これはねナイスなんじゃないですか。またねちょっとね夜の仕事とかがしばらく入ってるんで、次いつか来れるか分かんないんですけども、まあね引き続きね、チャンスがあったらね21時までに来れるタイミングがあったら、おかっぱりタチウオを狙ってみたいと思います。とりあえずまあ連続長考は1回ね4回目で、多分明日5日目はね来れないと思うんで、ストップということで、はい、では釣り子 TV でした。
はい、というわけで帰ってきました。いやタチウオがね、ほんと最近ね湾の奥の方まで来ていて、でまあいろいろなねルアーとか釣り方で試してみてるんですけども、結構ね、ルアーでも反応してくれちゃうっていうことで、まだ餌は使わないでね、ワインドとかあとはシャトテールのね、釣りとかそういったので試しているんですが、今回ね久しぶりにこのディーパーね、ワイヤレス魚群探知機、これを持って行ってタチウオっちゃどんな感じで映るのかななんていう風に試してみたところ、結構ねいい感じで使うことができて、でこう家に持って帰ってきたらこんな感じで見返すことができるんですけども、でどんな感じだったかなって、こっちはね地図で生成されているこうマップね、推定マップで、これはまあ岸に近いところで、あーこんな感じだったのかとかね全部ね見返しているんですけども、結構ねたまにいい反応が映るっていうことで、例えばそうですね、このね底付近でシャって、このこれねこういうやつとか、あとはねこういうやつとかね、こんな感じで、まあ、そこ付近で結構何か映るなっていう、で、まあ、普段から使っているとこの城は全く別の映り方とかね、イワシの群れとかアジの群れとかね、また違った感じで映るんですけども、さすがにもう12月の寒い時期っていうことでベイトがワンサカいるっていう感じではないんですよね。ただもうねほんと釣れない時ね、この別の日も投げてみて丸坊主食らったりした日なんかはこういうのがね全く映らないんですよね。でこの行ってね2匹釣れた日はこういう映像が断続的に映るから、まあちょっと集中してね、釣りをしてみたところ、バシッバシッとね美味しいタチウオが釣ることができてっていうことで、まあね履歴でね見返したりもできるんで、こう全部ですね記録として、まあ亀山ダムで釣りした時とか羽田でこの城パターンやった時とかね、いろいろこう復習してみ、あこれなんかね、全然違うでしょさっきのと、これねこの城の群れね、この茶色のところがそこなんで、でここ水深ね10メーター、まあ7メーターとかね9メーターね、どんどんこう水深は変わるんですけども、もうねベイトの群れの上なんかに船乗っかるともうこれ異常でしょね、船の下真っ赤っかなみたいなね、こんな映像になるんですよ。でも片やさっきのまあね、あれはですねこの日か、この日なんかはねこうやってね映らないんだけど、たまにそこ付近にシャッとね、あ何か映るな影がね、まあ感度を調整したりとかいろいろね、機能ね、あとその3周波使い分けたりとかあるんですけども、とにかくね今回ねこのディーパーで投げて、でその魚がいるいないを判断して釣りしたところ、結構ね具合よく釣りができたよっていうことで、おすすめの、まあ、釣り道具ね、投げれる魚群探知機ディーパーなんですが、この最新のディーパーチャープという機種で、で今ネックゲイターね、首に巻くね防寒とか、あとは夏は日よけになるねネックゲイターと、あとは真空ボトル、これがついたね、まあ、クリスマスに向けたギフトセットみたいな感じですね。こういうお得なセットが、販売されておりますので、でディーパーのね日本の正規代理店バリティックビジョンの人とね会って話した時に、まあなんかこのクリスマス商戦に向けて何かキャンペーンをやりたいんだっていうことで、なんとですねこれをそのバリティックビジョンのホームページから買う時にクーポンコードで釣り子 TV ってね、
記入して買うとなんと 10% オフになるよっていうね、こういうキャンペーンをね12月31日まで、20代限定でやってみるってね、こんなね、連絡が来たんです。だからまあちょっとこのね投げれる魚群探知機気になってるんだなんて言ったらね、まあね機種にもよりますけど、このセットはねおよそ4万円ぐらいするから、でもそれから 10% 引きっていうのはかなりお得なキャンペーンなんじゃないかなと思ってですね、ぜひこのディーパー気になる方いらっしゃったら、このね下にリンクでそのディーパーってどういう感じかっていうねホームページのリンク貼っておくので、まあそこでもしね買ってみようかなっていう場合はそのクーポンコードにぜひね釣りこう TV ね入れて、ポチッとしてみてください。 10% 割引が、期間限定でついてくるっていうことなんで、まあ12月31日までだよなんていう風に言っておりました。というわけでね、本日の釣りこう TV はこんな感じで、まあ、いつもね最近言っている太刀魚釣り、これに、ディーパー投げれる魚群探知機を投入したところ、ワクワクした釣りができたよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。